これが本当の最終決戦になるのかな、その表の。なんかよ、想像と違う。来たか。カルピス。僕はもはやカルピスではない。マザーと一体化しブレイクワールドの神にも等しき存在となった今の名はカルピスソーダ。あー、かっこいいねこれ。めっちゃかっこよくない、この敵。僕を、いや我を称えよ。新たなる神が今ここに降臨したのだ。お前たちは神への生贄である。その存在の、全てを、カルピスソーダに捧げよう。違う、この世界に生きる全ての命はお前への生贄なんかじゃない。ブレイクワールドは私たちが守ってみせる。まがい物の神に負けたりしない。もうこれ自分の名前言いすぎ。カルマザードを愚弄するというのか。なんかカルピスとかカルピスソーダとか言うの辛くなってきたから、もう自分の名前をさ、わざわざカルマザードとか言う、我よとかにしてよ。もういちいち言わんで、そうやって自分の名前を言うのなし、それ。ならば見せてやろう、新しき神の力を。そして後悔せよ、神に歯向かった自分の愚かさを。はい、最終決戦来た。よし。おお、この BGM、 戦いって感じだな。さあ出てこい、四精霊よ、出てこい。ライドします、ライドマット、違う、間違えた、ライドマット、命令作戦、命令していこう。スクルト、マヌーサ、あ、マヌーサ効くんだね。マヌーサ効くか、マヌーサ打ってみるか。マヌーサ、やっぱ岩石切りが結構弱点なんだ、岩が弱点なんだね。ビッグワン、ビッグワン、ハテナハテナ、ここら辺は効かない。うん、てことはギリした方がいいか。ガンガンギリ、テンション上げていく、テンション上げてっていい、テンション上げていい、テンション上げていい、テンション上げなくていい、上げなくていい、テンションテンション、ライドインパクトバックしなくていい、上げなくていい、テンション上げてよ。よし、いけ、見せてやれお前らの力を。凍てつく波動、まあまあそれで一旦使ってくれるんだったらまあありがたいわ。それを繰り返しやっていこう。混乱効果、混乱攻撃、マヌーサいいね、入ったね、マヌーサ入るね。まあそれがあるのだったら、まあスクルトを張って凍てはされての繰り返しでやっていこう。マヌーサ入りました。じゃあ三河支客、いやそれもいてはされるから、結局ここはグランドキュロス、弱点岩石切りでテンション、攻めよ。でまたいてはするでしょう。うん、でジゴスパーク、200前後、アビスハンド200、400、スクルト、マラー、ギリー、テンション、あ待って、テンションダメだ、イテハで、イテハで消されてんじゃん、ダメじゃん、ダメだ、テンションはダメだ、リテハが。黒霧は違うな、ここはミラクルソードとかでいくか。よし、
はい。いてはあ、攻撃マヌッサだからね。そうだよね、アビスハンド、これ厄介。おー強い強い、それは強い。スクルトに MP 大丈夫だな。マラ打って霧の、よし、これいいね、これいいね、なかなかいい。自己スパ、いては打たないパターン。200、あ、いては打つ。マヌーサまだかかってるよね、大丈夫ね。あ、切れたっぽいな、マヌーサ切れたな。マヌーサ打ち直し、冥界の霧、ここで出たか。まあ結局けど魔法ターンもいてはされたら一緒だしな。まあけど先にいてはじゃないパターンもあるからな。マヌーサ、癒しの雨、雨は大丈夫だよね。雨もダメだったっけな、冥界の霧。ちょっと不安だ、そこ不安だわ。ダメだ、回復は全般ダメか、あれは。ミラクルもいかんか、それじゃあ。テンプル。外れる、これ。当たる、あ、そうか、マヌーサ切れてる。先動いてくれよー。200。やばい、落ちる？主権の刻。外れる。マヌーサ当たって、頼む。よし。なんだ主言の刻って、主言の刻って何。マラ打っていい、これ。マラ打てるか、これ。打っていいのか、ここ。スクルトはいいわ、マヌース入ってるしね。魔法ターン、マラ、ギリ、ミラクル、いや、雨をちょっと耐えれるかな。耐えれる、耐えて、耐えてくれ、頼む。守備力が下がる。いてはあ、天地の構え、一回防ぐやつね、これ。ジゴスパーク、耐える耐える耐える、大丈夫大丈夫大丈夫。癒しの雨、次ターン、次ターン降る、次ターン降るよ。魔法ターン張る、でまた池入ったん稼げるね、これで。主言の極ね、今のは。主言の極じゃない、今のは天地の構えだ。んーで、ここはまた魔法ターン、いや、ここマラー、マラー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 、ギリで雨降らすから、道具、いやーけど、いや、やっといた方がいい、やっといた方がいい、これは。雫やっといて、いやいや、落ちるかな、クローン落ちそう。あー、ナーリス早いね、雨いいね、早いね。雨は開始ターンか、速攻降ってくんのか。200、イテハで、けどマラも打ってるよね、マラ春ね、入るね。よし、完璧。ただ MP がちょっと怖くなるんで、ターン打って、マヌーサまだ入ってるけど、重ね掛け、岩石の、雨は一旦大丈夫だから、ここは攻撃に回る。ミラクルソード、守備下がってターンして、
いてはされて、スパークか、スパーク。アビサさん、どう？雨だな、次雨だな、もう一回。回復して、マヌさん、入って、頼む！よし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 。まずい、マラーが打てん、マラーが打てん、あーどうしよう、重ね掛けしとこう重ね掛けしとこう、とりあえず、とりあえず重ね掛けのギリで雨で道具賢者こう下がるターン雨時短降る、いてはで雨は消されんよね、あ、消されたか、これこれ消されたくさいか、もしかして雨消えんのこれ、あー冥界、冥界入った、そうだ雨消えてるな、雨消えてる、冥界2ターン、冥界がもう自分の首しか締めないからな、ターンしてマラ打てない、回復ダメ、マヌーサチェインスネークダキ、スネークダックか、素早さ下げちゃう、今けど今のこの感じそんなにスピードのその感じ相手との悪くないから、ここで素早さ下げてバランス崩れんのはちょっと怖いんで、まずいなこれは、ちょっとマヌーサの重ね掛けしかできん、いやここは普通にグラウンドクロス打っとこうか、うーんけど MP あんま使いたくないな、攻撃岩石切りの、あけど待って雨、雨降るんじゃね、命令できんわ、雨降るかなこれで、雨がもしかしてこれダメージになる場合が一番恐ろしい、それは非常に恐ろしい、頼むよ雨は適用外、冥界の霧雨適用外にしてください、お願いします、15スパーク、あー落ちるかも、やばい200、うわ4か、4足りんかった、あイテハで消えてんのかな冥界うすね、コンボだね、コンボなんで自分で自分で自分の首を絞めるコンボしてなあかんねん、ふざけんなよなんで自害したんだよ、まあ、まあ頑張った方でしょうこいつらも、うん、あのコンボはさすがにもう雨呼んでからの冥界自分で張っちゃったらもうそれはダメだわ、もう、うん、それはダメ、さあこっからですよ、ジゴスパークアタックカウンターはダメよな、どうするか、マジックバリアとかあればな、まあこう爆裂剣でいくか、爆裂剣、あけど一回跳ね返すんじゃない、今天地の構えしたよね、天地の構えしたから、天地の構えどうやったら解けんだあれ、何を打っちゃいい、任せるかここは、で命令で作る混乱攻撃があるからな、マヌーサがもうないんだよな、
マヌルサ切れてるよね多分。アメイチュー下がってるな。まだいいか。じゃあマヌルサさ、じゃあ魔法ターンだな。でライドして道具バイキルミン、はい、どう動く CPU。 悪夢の呼び声、それは貫通すんのか。剣の前、つるまいつんよつんよ。で素早さがどうやら勝ってるな。勝ってるから相手のいてはまえに、バイキルとなり貼ったらそれを適用したまんま打てる。おバイ、時々バイキルと、いてはからの時々バイキルと、最強です。それ最強んで、マヌサは切れた臭い、切れた臭いってことはスクルトしとくべきだな、うん、闇の波動バイメリット、うん、つるまい、強いね強いね、いいねいいねいいね、勝てるねこれ。いてはす、消される、自己スパーク、期間でしょ、マデュラには期間で、主言の刻な、主言の刻は守備下がるやつね。もう覚えた、もう覚えたよ。ではで、道具バイシオロンで、命令、スクルトだな、守備下がる、守備下がる、つるまい三発、オッケー、ベホイミー回復、いてつく波動、でもそれ貼ってあるよずっと、コクはもういいよけど、一旦それで使ってくれるのならもう全然打て、どんどん打っていけ、そのコク、そのコク、どんどん打っていけ。でスクルト、道具で、これはもう毎回使っていこう。もうない、もうないけどね、もうバイシオロン系がもうない、バイキルミンと使い切っちゃった。つるまい、もうそろそろじゃないか。いてはぁ、ジゴスパー、いやもう安定だね、これはもうだいぶ安定だわ、ここは。あ、やば、あぶねえあぶねえ、言うてたら、言うてたらやからな。ベホイミ、自分、道具、ダウニン、あー効かない、スクルティオ、うん、いてはうってほしいからね、闇派。カウンターに、おお、回復、おお、いやーちょっと待てーちょっと待てー、んー、ちょっとやばくなってきたか。道具、雫、命令、アタックカウンター、はい、下がる、爆裂剣、もう死んでくれ頼む、チル、まだまだ死なない、お腹減ったよ、もう死んでくれ、イテハでアタカン取られる、いやアタカンイテハで取られんだったらちょっとあれだな、コスパ悪いな、それはコスパが悪いわ。うわ、ぶんね、ぶんね、
道具、世界中、もうラス世界中。いやけどこれは使わなきゃ、相手が早かったらそれはもう罪だ。ベホイミ、道具、命令、いや、いけ、いけ、回復さしいの開発さん。まだ死なないか、まだ死なぬか、ちょっと待ちでももういいんじゃないか、もう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 ええんや。よし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 、あー落ちてるから、ちょっと待て、世界中の歯、ちょっと待って、耐えて、まだら耐えて、ザ・オーラルネス。バカめ、聞かぬと言うとろうが。あーあーやめて、うわっ、あぶねー、なんでそこ、ほい見て、ほい見て、オッケーオッケー、ナイス、大丈夫だ、回復できる、これで耐えたんじゃないか、これ天地の構え、うわ天地の構え、乗るか、乗るか、乗ろう、ここは乗ろう。ダグにスクルティオ、スクルティオ命令、鶴舞、鶴舞は通ってたよね、行け。三河市客、ベホイミ、あ、MP がない、賢者使わないと、通れ、おし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 、いて、つく、やっ、そろそろやばいぞ。攻撃返してくんなよ、よしよしよし。道具、賢者の聖水、命令で、これちょっと状態上げとかないといてはうってくれないから、作ると命令、鶴舞、いけ、まだか、まだか、わーやばい、キラーマジンガの MP がない、しまった、守備力減少、80100、お、コクいいね、コク、コクいいよ、コクはもう互いに下がるからね、うん、それはいい。で、道具、賢者の聖水を、キラーマジンガ、命令、撃てない、撃てない、そのスクルト打たそう、スクルト打って、いけ、守備下がる下がる、バーハー、フバーハーはいらないだろう、息ないだろう、鶴舞死ねー、育てすぎ、なんかそんなんじゃなかったね、うん、もっと育てとかなきゃ、全然余裕には勝てない。ガルマザードがこの僕が負ける、どうして、絶対の存在になったはず、おかしい、こんなの何かの間違いだ、僕が滅びるなんて、螺旋丸決めてくれ、今度こそ浄化を、ガルマザードにも邪魔はされないはず。いけ、
なんで？一人で消えるもんか。お前たちも世界も僕の道連れだ。もうマザーはボロボロで治らない。浄化なんかできっこない。マザーを失ったブレイクワールドは崩壊する。お前たちは終わりだ。終わりなんだよ。なんだと？え、マジで第三形態もしかして？ある？そんな。え、バッドエンド？マルチエンディングシステム？これバッドエンド？ちょ、時間かかりすぎた？メテオスパイス。崩壊する。絶対絶命都市になってしまう。え、どうすんだ？じゃあどうすんの？これ浄化できなかったじゃん。やばいよ、メテオスパイスめっちゃ降ってきてるよ。なんか、うわ、レナーテ、お前行くんか？そういうことか。もう自身がコアに突入してみたいな。一部だって言ってたもんね。だって待ってくれよ、レナーテ。最後にスリーサイズだけでも教えてくれ、頼む。マザーの機能中枢から生まれた存在、全ては無理でも崩壊を防ぐくらいなら。そう、私がマザーの機能を代行すればブレイクワールドは存続できるはず。ありがとう、エテ。あなたはやるべきことをやってくれた。故郷の星から続いてきたカルマッソの悪意を、マソの呪いを断ち切ってくれた。だから今度は私の番。私がやるべきことをやるだけ。私はマザーと共にコアに行く。そこでブレイクワールドを守り続ける。レナーテ！何それ？お別れを得て、あなたのことは絶対に忘れない。あなたと、あなたをブレイクワールドに返すわ。ここから先はもう私だけでいい。ふざけるなよ。不死身のアンセスをなめるな。俺はいっぱいいる。代わりは一緒に連れてってくれ。ってなって、できることならあなたと綺麗な世界を旅したかった。私はコアの中からあなたのことをずっと見守っている。今までありがとう、エテ。さようなら、元気で。そんなのなしだよ。95点がもう100点だな、もうこれは。それはもう100点だ。
れなて。何を思う？何を思うえて？エンディングです。とりあえずね、表のエンディングです。いやーけどなんかハッピーエンドとは言えんな、言えないですね。ハッピーエンドとはまあのあと何、表とりあえず終わって、まあこのままできるわけなんだけど、その裏編に行くんだけども、まあそこでね、ここでまたレナーテに再会できることをね、願おうか。95点。長いようで短かったな。まあけどね、ジョーカー3はね、ほんと、まあ、ここからスタート地点的な感じだよね、正直。うん。やっとこっからスタート地点。うん。もうみんなはね、もうこのエンディング、ほとんど見てる人の方が多いだろうし。で、こっからはもうほんと、対戦。うん。インターネット、Wi-Fi 対戦。などをね、メインにやっていくんでね。強いモンスターを育てよう。ユーチー・ホリー、ジェネラルディレクター、スペシャルサンクス、エテポンゲ・ディハポテーゼ、チャプター&モンスターデザイン、アキラ・トリヤマ&エテポンゲ・ディハポテーゼ、ミュージックコンポーサー、コイチ・スギヤマ&エテポンゲ・ディハポテーゼ。あ、なんか綺麗なやつ、綺麗。どこだ今。やっぱデフォルトのそのカラーリングがいい。いやー、なんか入り口がスライムの形になってる。それはおしゃれ、それはおしゃれだ。キャラクターやっぱデフォのあれがいいね。うん、エテのキャラ変な色だったもんだって、うん、で結局一番最初にさ、一番最初にあのポット飛ばしたやつはな、誰だったんだろうね、あれ、あいつダークマスターじゃねえの、あいつ、あの一番最初ポット飛ばしてエテを導いたあのやつ、あの目がちっちゃいやつ、あれ絶対あいつは、あいつかダークマスター、そういうことか、あいつか黒幕はたけし、通称タキシ、パート1の一番最初に出てきたあの目が変なやつ、いい絵だね。シーライダーだったっけ。まあこうどうとりあえず
クリアできた。うん。え、結局何日ぐらいかかったっけ？今日が、4月の7日。7日だから、まあ、パート1のアップした日にちから逆算すれば、わかるか。結構、エテの中では、ハイスピードにクリアした方じゃないか？エテポンゲといえばね、ゲーム実況ね、ほんと2年越し、2年かけてやっとクリアするようなやつなんで、うん。モンハンドスとかね。まあ、ドラクエ8ももうすぐ何年、パート1何日にアップしたか、ちょっと計算して、何年経つか。あ、クリアしないとな。やっぱ一本こうやってなんかちゃんとエンディング見ると、あー途中で今を止めてるやつ終わらせないとなとか、うん、最近やってないゲームガンダムオンラインもやらないとなとか思うよね。なんだこのドラゴン、知らんぞこの黒い竜バハムとか。まあけどほんと対戦動画が得てはコミュニティがね、結構ね人数今350ぐらいになってた、昨日見たかな、昨日350ぐらいになってたんで、ちょ早くねコミュニティ対戦動画アップしたいんでね、ちょ強いモンスターとりあえずパーティー戦えるパーティー、やっぱ弱いパーティーで行っても仕方ないので、ちゃんと戦えるパーティーを構成構築してコミュニティ対戦動画をアップしようと思います。はい。でね、まあツイッターとかでね、多分今からコミュニティ潜るとか言うと思うんでね、できればツイッター登録してくれてない、ね、人はぜひともツイッターの方に登録していただければね、ありがたいです。はい。ツイッターに登録して恋に発展して素敵なことやないですか。十分にちぃ。なんでエンディングでシャムのモノマネしなきゃいけない。なんでエンディングの最後の最後シャムやらなきゃいけない。聞こえるかい？って聞こえているなら返事をしてよ。返事をしよ。レナーテか？レナーテか ?To be, ジャン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 。シナリオクリアおめでとうございます。これより配合装置を使って超正配合ができるようになりました。超正配合を行うときはセンタービルにいるエースに話しかけてください。またインターネット通信広場でチョボ霜降り肉が交換可能になりました。超霜降り肉引き換え券を持っているとき、ゴールドエンゼルに話しかけてください。はあ、終わった。終わったー。表クリアー。よし。なんか増えてるね。モンスターを連れてくる。何これ。DQM2 ドラゴンクエストモンスターズ2は？何これ、何これ、おお、そんなんできんだ。ダウンロード版から。ほへえ。まあ、得て持ってるよ、まだ。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、ちょっと今やる、今用意できんって、もうもうちょっと用意するわ。よいしょ。あー、重たい。
まさかここでイルルカが登場すると思わんかったわ。そんなんあんねや。イルルカをセットしました。イルルカをセットしたので A ボタン。うん、ん？え？これでいいのか？え？あ、データ引き継ぎね。オッケーオッケー。了解。え、エテポンゲ連れてこれんじゃないか。じゃあえ、エテポンゲおったよね。エテ持ってたっけ。お、あ、S ランク以上であるモンスターは表示されない。また連れていくモンスターはレベル1となり、浄化するに存在しないモンスターは一定のルールによって決定されたモンスターとデータへと、はあ、3へ連れていくモンスターを選択してください。連れていくことは10体。うわ、卵ばっかりになってる。卵ばっかりになってるけど、エテのイルルカのやつ、これ多分イルルカのやつだよね。もうスキルがそうだもんね。あ、けどスキルめっちゃハートナイトとかさ、レベル1。あ、なるほどね。どうしようかな。まあ、まあ、10体ずつ連れていけるっていうんで、まあ10体ずつ毎日ちょっとずつ上から順番に連れていくか。いや、スキルいいやつから腐った極みしんしたい。あ、もうこれもう間違いない。これ間違いない、うん、間違いない。すみません、すみません。 HP、 あ、これ間違いない。スラフォース SP とか間違いないでしょ。たこ焼き書いて、あ、たこ焼き書いてあれじゃん、ダゴンじゃんこれ。エテのエテのダゴンだろこれ。どうどう書いどう、ここ3体ダゴンだ。神田と古文名外の切ります。あー、これはいいか。魔王の使いとか。あ、たこ焼きこう、これこう、盗賊ビーストフォース SP、 僧侶の裏技連れていこう。まあ結局ね、全員連れていくけどね、後々。まあ1日10体ずつしかあれだから、とりあえずスキル良さそうなやつを優先に連れていきますか。メタルカイザー、メタルカイザーももういないんだね。チャンピオン、チャンピオンって何？チャンピオンって何だこれ。連れて行こう。コスモファントム。エテのさ、ムチカウンターの
鬼コンボはいないのかな。あ、間違えた間違えた。はあ、これはいる。サンマスはぐれメタル。いいねいいね。よし、とりあえずね。よし、はい、毎日10体、はあ、こんなんあんねや。で、引き継いだデータ引き継いだやつはもう DQM2 からいなくなるのかな。そういうことだよね、多分。よし、じゃあとりあえず今回はね、ここで終わろうか。で、また次はどうしよう。裏ストーリーもいいけど、とりあえずちょっといろいろ配合とかもしたいんで、まあそれも一応動画撮れそうだったら撮るし、うん、まあ必要ないかなと思ったらまあカットして、やろうか。そうしようはい、とりあえず表は、これにて終了いたしました。はい、次はね、コミュニティ戦動画、団員対戦とかグランプリとか、あとは、裏ストーリー、うん、もやっていきますんで、よろしくお願いします。はい、では、ご視聴ありがとうございました。